さあ前回からね、正式リリースしたオピップスの、コンケストモードやってますが、このチュンチュン時計作戦ね、こちら敗北しまして、ここを取りたいなと。ここで盾をもらって攻略していこうという作戦だね。ガスに対してあまりにも非力なこのチームは、正直言って、どうしまう、ボーピップか。何にも持っていくのがないんですね。これいける？あ、いけるんだ。あれ？あんま関係ないのかな、方法は。ひっつきはテルロー。さあ、報酬を求めての戦いと。まあ弱いからいいんですけど、これまあ引きつけて倒すか。出なくていいぞ前に。あー、ちょっと早すぎたかな。あー、まずい。行き場を失っている。まだ弱いな。オッケーオッケー。被害は1、まあ、最初はねあまりいいでしょう。徐々に人数を増やしながら上げていけばいいと。で、オーピップはまあ主力ではあるんですけど、耐久値が低いんでね。まあ、人数を上げて、ちょっとここの額上げていくか。あ、あれこれって25上がるんだ。サバイバルだっけ？エンドですか？あれ10しか上がんなかったよね。あ、これはもう、勝ったね。こう無限に出せるじゃん、じゃあ。はい。まず、6人。質が違うので、質が。いけ。進め、進め。電撃戦です、もう。これ、勝とう。いいね。クオリティが違う、クオリティが。今、10人くらいいんのかな？でも多いな、湧いてきますね。これ、どの方向か。それ使って、それ。あ、使わないか。どの、儲けないか。頑張れ、押し切れ。作戦は頑張れです。よしよし、まあ、パパッとね、勝ってしまって。わ、また来た。オッケー、でも終わったね。ナイス。まあ、最初はこのシンプルな作戦だけでいけるんで、報酬が多いかなと。まず味方の耐久値上げようか。ちょっとここら辺も欲しいですけど、車両が多いなあ。でも車両対策やれば別に勝てるか。石油缶欲しいけど、あ、これ行ってもいいかな。戦力ってどうだっけ？いっぱいになると敵ネットがスーパーソルジャーに変身すると。これは、あと3戦、4戦かな？3戦勝ってここだから、4戦ならギリたまんないか。これ取ろう。オーピップスと、この2つは温存かな。ガスも温存して。これ弱いから、持っていかなくてもいいんですけどね。まあ、油性じゃん、いいね。セールしても買えない。さっきの作戦で、ジャブジャブマネーでいこう。さあ、内回り欲しいよね。タレットというか、監視塔か。うわ、多いな。これきついか。これあんで引きつけてもよかったかもね。ここら辺が50%か。
てる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 。まず100にして1回当たりを。で、枠増やしてじゃんじゃん行くと。暗い暗い暗い。暗い暗い。これ最初押し込んだら意味ないな。ちょっと押されてもいいぞ。敵車両はあるんだっけね、確か。そう伺ってるんですけど。まあ、迅速に滅ぼしましょう。よし。終わったんじゃないか。あ、湧いてきた。しつこいな。よし。終わらせろ。よし。これ長引かなければほんと簡単ですね。それタレットいらなかったね。まあ、前回の押され方でもタレット効いてなかったんで、なかなか、あれはタイミングがないかな。このミニタレットか、TOW タレットか、こっちの方がね、いろいろ補助もらえるんで、オービップと、オービップでも減ってきたね、さすがに。これ使っ、ちょっと待てよ。最終戦に車両あんのかな ?1 個か、別に、あ、でもここ、こっちの方がきつい、バギーの方が強いんで、取っとくか。ここには行かないですけどね。買えんじゃん。オービップ買えんじゃん。買おっかな。評価右あるね。タレット。あ、命中精度欲しいね。これあげよう。もうないですけどね。あと1個しか。スナイパー取っときたいけど、どうしようかな。ここでも TOW で使うから使ってもいいかな。交換しよう。まず、あ、今コマンド1体持ってこうか。これで、最低限。何かすると。まあ、ガスいなければコマンド強いと思うんでね。味方にバフがつけられるんで。一丸となっていきゃいいかなと。あ、しまった。敵のタワーあるから。最初はいいぞ、待ってて。でもこれしかも上行っちゃったから。これはきついぞ。でしょうね。車両からにと出てくるだけなんで別に大したことないんですけど、あれ押すのかちょっときついですね。まあ時間かけるか、下行くかで、普通に下行けば来ないと思いますけど。いけ、撃て。 POW ドーン、ナイス。でしかも狙われるんで、それ逆にいいね。で、ちょ、撃って撃って撃って、よしよしよし、長距離から撃って早く破壊しよう。よし、 OK。 ここでまず勝った、ここでまず勝ったね。まず勝ちました。あと TOW ここにあるから、敵の車両はね、上がってこれないですし。いやいや、これ下方来たら、TOW が、おぉ、逃げたか。TOW から逃げてます、彼らは。よし、潰せ、潰せ。無様なもんですね。置いちゃおうか、ここに TOW。
いらないか。いらないね。持ったね。よし。聞いたね、TOW。あれは車両だけだよね。敵の監視とするセルは強いけど。で、帰ってきた TOW と。さあ、まずは、1のボス戦前まで行きましょう。あそこで獲得してきた、どちらかあるいは両方使うと。盾だけで息するけどね。全部はもったいないかな。スコーピオン使いたいですね。なかなかタイミングがないですけど。どのユデミニタレットのコストが半減。ピップサプライ最初増加。マガジンが増や、体力を増やそう。まあ、ここは勝てるかな。ここでガス来るからね。あ、そっか、ここでガス来るのか。どうしよっかな。これガスしかいないのよ、とはいえ。スモークで、うまくなんとかなるかな。これザコ持ってっか、じゃあ。コマンドは効かなかったというかね、使えないから。いや、ちょっと持ってきたくないね。報酬。まあ、報酬的にはこれが、いや、土のうもダメでしょ、だってね。とどまっちゃいけないんで、どっちかっていうと。そう、売却ってどんくらいなんだろう。1。1コンバットクーパー。あ、でも、まあ、まあ、でもだよね。何にも手に入らないね。売ったところで。何かで持ってった方がいいかな。ガンシップ、これ結構タレットを撃ったけど、なかなか死ななかったし、タレットは最終戦で使いたいしで、スモグレ持ってこう。さあ、これはシンプルに、ウォーピップで撃つだけなんで、強化して人数っていうのもガスの前には無力だと思うかな。これいくらなの？ちなみに。これただなの？あ、これただなんだ。あ、え、これただなの？嘘。価格がないですね。あ、これただじゃん。あ、そんなに安いんだ。安いどころじゃないか。ただだもんね。あ、へえ。まだ時間はかかるんだね。弱いし。弱いし、時間はかかると。すごい前出たけど。え、ここは見えないと。まあ、ここは見えるんでね。関係ないです。やっぱきついなぁ。すごい前出るんだけど。いけいけいけ。まずいぞ、まずいぞ。まずい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 ぞ。ガスがつらいな、本当に。ガスがつらい。ちょっと追いかけてくるんだけど、ガスが。出た瞬間殺されちゃうんだが、これだいぶつらいですね。今日、いやー、まあダメだ。出せば出すほど殺されていく。で、出したとこで死んでいくよね、これ。ガスがあるので。まずい。もうガスに無力すぎるよ、このチーム。最初の、やばいやばいやばい。ガス対策しての今回なんだけど。まあ、対策はしてないか。どうしようね、これね。
あれで無理なら無理だと思うんだけど。大ピップ間違いないです。一応じゃあ持ってこうか、もう。縦じゃなくてこっちかな。ヘビーに毒持ってったらもういよいよおしまいですよね。もうこんなところで。どっちがいい？トロティオドブルやればいけそうなんで。ミサイル持ってきますか。じゃあ強化しちゃおう。何よ何よ。でも車両の体力か。ピップサプライちょっと増やしたことでしょうがないから。いや、普通にお金欲しかったね。でも車両がないときついな、あいつは。でステージ2からだと思うんで、もう最難関でしょうと。わあ、そこ最初のこれがもう、間に合わないんだよね、とはいえ。いや、いきなりいるなぁ。こうやって当たるから、じゃ、まず前線のやつ倒して、早いねー警告が。いやー、行かないのか、そこに。で、命中率上がってるんでね。耐える、今回耐えれるぞ、多分。地形も悪くない。硬いなー。いや、硬すぎないぞ、本当に。ちょっと。そこなのよ、問題は。武器が強いのはいいんですけど。硬すぎるって、あいつ。結構減ってるね。どっちがいいかな。でも固まっても仕方ないし。来た来た、いけいけいけ。お嬢さん。その硬さで、この戦場を変えてくれ。あいつリロード遅いですからね。ガスマスクしてるから効かないんじゃないこれ。そうでないと。やってらんないよ。よしよしよし。PK も4人マックスフルフル。いいぞいいぞいいぞ。OKOKOK。こいつが強いのはわかるんですけど。とはいえ、なかなか手に入らないので。これ強化もありかもしれない。体力増えるので、あいつに対してやれば。これ押し切れそうです。死んだら即補充。いや、こいつの補充にだけ当てりゃいいか、お金に関しては。まあ、ここに当たってバーンっていうのを想定したけど、なかなかいかないもんですね。いいぞいいぞ。こいつを前に、オーピップが上がっていく作戦でいきたいんだけど、そう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 。もうちょい固まってほしいな。死んでる。いいぞいいぞいいぞ。ここは強いでしょ、この近距離。オッケーオッケー。まあ、こうユニットだよね、結局。結局ユニットか。さあ。で、ボス戦次回だね。さあ、何が来るかな？まあ、見えてましたけどね。さあ、一つ大きなカードを失いました。でも、ライフがもうないので。本来、ここを取るべきなんですけど、まあ、ここを取るにしても、盾使うの怖いよね、これね。まずちょっとライフ上げましょう、歩兵の。さあ、いきなり、危険信号。もう正直、難易度下げてやり直したいですけど。まずヘリに出会えるのか、そこですね。あ、神風ドローンね、ウクライナでも活躍している。これが、来れば。まあ、狙った場所攻撃できるやつが欲しいんで、とりあえずね。ミサイルさっき使ってましたけど、あれランダムなので。まあ、正直、運ゲーだと。
ピンポイントで狙えたらあいつ減らせるし、まあ多分今後はね、あんま効かなくなってくると思うんで、まあ最初だけだね。